トイレ掃除は臨時収入っていうふうに言われてるけども、うんうん、トイレ掃除を朝から晩までやっているだけで、うん、こう人生がどう好転していくのかっていうね、うんうん、昔やったことあるんだよね。あ、吉田さんがやられた。そう、吉田が結果ね、どうなったかっていうと、あの美女と結婚できたからね、結婚するのが夢だったからね、彼はね。だから結局何が欲しいかなんだよね、その人がね。だよ、はい、前の動画で、うん、うさま明王様を特賞したじゃないですか。うん、もういっぱいしてるからどれかは分かんない。ああ、そうなんですね、うん、あのベストオブうさま、ベストオブ明王様、はい、はい、のやつの動画に、うん、あの結構ですね、コメントいただいて、ほう、はい、こういうのがあったんですね。ほう、私はダブルワークで麻雀荘のトイレをいくつも掃除するために麻雀荘でバイトしてますと、うん、人よりもたくさんのトイレを掃除していますと。ほう、すると本当に不思議なことが起こります、うん、さらにトイレ掃除を頑張ります。そういえば桜庭さんと同じことがありました。トイレ掃除が終わった後に仕事の電話がすぐになったことがありました。すみませんが、それはできません。何か他にお手伝いできることはありませんか。シリ、いつもありがとう。時間を教えてくれたりだとか、うん、天気を教えてくれたりだとか、本当にありがとうね。もうこれ以上は本当に助かってるから、今収録中だけちょっとだけ静かにしてもらっていいかな。 C ね、ありがとう、いつもね、はい、急に、ね、急に喋り出す時ありますね。喋り出すね、本当に、うん、だよ、これ本番中とかってどうしてるんですか。月に1回ぐらい動くね。動きますよね、うん、まあでも結構それね、笑い取れるからまあいいんだけど。ああ、そうですね、そうですね、シリとの会話っていうやつで。でもその、はい、お客様からの質問はすごくいいね。はい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 、それトイレ掃除がしたくてその仕事を選んだのかな。あ、ですって。ああ、すごいね、はい、このトイレ掃除のことを言うとよく言われるのがさ、うん、そのトイレ掃除を仕事にしてる人たちは運気上がるんですかとか言われるけども、はいはいはい、それはそんなことないよ。トイレ掃除すればいいってもんじゃないから、うん、はいはいはい、やっぱりトイレ掃除させていただくという謙虚な気持ちがあって、うっさま明王様に喜んでいただけるという、うん、やっぱり誰のために何のためにそのトイレ掃除をしてるのかって、そう、仕事にしてる方々がそんなことを思ってる人はほぼほぼいないから、うんうん、だからこの方はきっとね、やっぱりそのトイレ掃除をたくさんしたいとか、うっさま明王様に喜んでもらいたいという気持ちを持って、はい、そうやって仕事に臨んでるのであれば、はい、おそらくすごい面白いことあるよね。なるほど、ね、そうですね、マインドも伴ってる上で、うん、いや、そうだよ、もちろん、はい、マインドだよね、はい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 、やっぱりそれがどういう思いで、はい、やっぱそのトイレ掃除をさせていただいてるのかっていう部分が一番大きい部分だから、うんうん、素晴らしいんじゃないですか。やっぱりここからどんどんね、そうやってますます加速していくんじゃないですかね。ああ、そうなんですね。そう、だからあとはそのトイレ掃除を、ね、はい、まあ、もし僕がそういう仕事をするのであれば、うん、やっぱりうっさま明王様にどうしたら喜んでいただけるかなっていうところを、はい、もうそこだけにフォーカスしてやっていくよね。なるほど、麻雀荘のトイレのうっさまに最も喜んでもらえる行為は何なのかっていうのを考えて、そう、あとは明王様に聞いてみたらいいんだよね、そのトイレ掃除しながらね、はい、はいはいはい、明王様のためにいろんなことをね、こうなんかしたいなと思ってるんですけれども、はい、明王様一体どういうことが嬉しいんでしょうかみたいなね、ことをなんか聞いてもらったら、なんか直感で降りてくることとかあるからね。そうですよね、だから面白いよね。だからそういった意味でそういうことを仕事にされてる方っていうのは、うん、やっぱりそのどんな理念でそのトイレ掃除をしてるのかっていう部分が一番大事な部分だから、はいはい、どうしたら喜んでもらえるのかってことに特化して、はい、なんか研究していけばいいんじゃないのかな。ああ、そうなんですね、うん、トイレ掃除そんだけね、毎日毎日そうやってトイレ掃除できるのであれば、はい、なんかね、研究者になれるから、まあ、トイレ掃除研究者としてこのトイレ掃除道というのをね、はい、もう探求してってほしいね。ああ、なるほど、うん、まあ、大王が今のところトイレ掃除研究者として権威じゃないですか、うん、全然権威じゃないけど、はい、学会とかで発表されてるじゃないですか。まあ、そうなんだ、発表されてんだ、はい、はい、うん、大王の、うん、はい、まあ、だからそういった意味で研究してみたらいいと思うよ。もうそこからなんかね、なんかアメブロでも始めたらいいね。ああ、そうですね、うん、まあノートでもいいし、うん、何か情報発信する、うん、してみたらいいんじゃないのかな、うんうんうん、昔ね、はい、うちのスタッフの吉田君に、うん、人はトイレ掃除だけで生きていくことができるのかっていうのをね。おー、なんかすごい企画ですね。電波少年のノリだけどね、はい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 、トイレ掃除を朝から晩までやっているだけで、うん、こう人生がどう好転していくのかっていうね、うんうんうん、それ昔やったことあるんだよね。あ、
吉田さんがやられた。そう、吉田が結果ね、どうなったかっていうと、あの美女と結婚できたからね。結婚するのが夢だったからね、彼はね。そうなんですね、うん、夢が叶ってる。しかも美女、そう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 、はい、一目惚れしたね人と結婚できたわけだから、はい、だって吉田君は本当にね、あのシュレックみたいな男だから。ああそうなんですね。なかなかだったけど、それがシュレックって相当ですよ緑だしそう、はい、結婚するのが夢だったからね彼はね。ああそうなんですね。だからそうやって夢を叶えていただいたわけだから、はいはいはい、はい、うん、それはやっぱり人生変わっただろうね。ああそうなんですね。相当変わっただろうね。そういう夢が叶うシリーズもありますし、うん、なんかお金につながるケースとかって結構コメントいただくじゃないですか。ああそうだね。まあトイレ掃除は臨時収入っていうふうに言われてるけども、うん、だから結局何が欲しいかなんでね、その人がね。ああその人が何が欲しいかだから、欲しいものを与えてもらえるわけだから、別に臨時収入が欲しいと思って、うん、ね、トイレ掃除を続けていけばきっと臨時収入入ってくるだろうし、でも僕なんかね、本当臨時収入が欲しいと思ってトイレ掃除を始めたけれども、結局自分の中では、まあ、気がついてないだけかもしれないけど、臨時収入っていう感覚はあんまりないんだよね。あ、そうなんですね。だからその代わり何をいただいていたかというと、やっぱりご縁なんだよね。あー、なるほど。でもやっぱり僕が一番欲しいものはご縁だから、はいはいはい、やっぱり一番欲しいものを与えてもらっているなぁと、うん、すごく思うね、うん、あそうなんですね。すごく思う。だからその人が一番欲しいものだから、うん、まあね、ご縁が欲しいと思ってる人はご縁がいただけるし、お金が欲しいと思ってる人はご縁がもらえるしね、情報欲しいと思ってる人は情報もらえるし、物が欲しいと思ってる人には物が もらえるしね、うんうん、だから自分が何を求めてるのか、だから多分ね、そのでだって僕面白いと思わない、だって臨時収入が欲しいと思って始めてるのにかかわらず、はい、臨時収入が入ってこなくて、はい、いただいてるのはそう人と人とのご縁、うん、それはなぜかというと、うん、僕はお金が欲しいと思ってやり始めたけども、うん、結局僕の潜在意識で一番欲しいものっていうのは絶対的にご縁なんだよ。なるほど、そうですよね。そうだからね、聖書にも書いてあるけども、あなたが欲しいと思うものはあなたが欲しいと思う前から知っているっていう一文があるけれども、はい、知ってんだよね、上から見てる人たちはね、もう何もかもご存知だから。なんかお金で何を手に入れたい、お金って結構分かりやすくみんな言うじゃないですか、うん、年収を上げたいと。そうだね、年収を上がった末に何をしたいのか、うん、何を手に入れたいのか、うん、そうだね、っていうところをもっと真剣にフォーカスすべきってことですよね。でそれが、うん、あのトイレ掃除をしてるとそっちの方が叶っていく。うん、別に何も考えなくていいんじゃないのかなと思うよ。だって上から見てる人は全部ご存知なんだから。あ、なるほど、お任せですね。そうそう、お任せお任せ。だからお任せの部分を人生の中でいかに増やしていくのかっていう、これは人生の醍醐味でもあるんだよね、はいはい、ほとんどの人がさ、自我の欲求を満たすためにっていう部分にフォーカスしてるけども、やっぱり、ね、うん、宇宙にお任せってさ、すっごい面白いんだよね。あ、なるほど、だからこの ね、もうみんな自我100で生きてるわけだから、うん、自分の思い通りにしたいと思って生きてる中の、うん、その自我の、ね、少しでもそのお任せっていう部分を作っていくことによって、うん、知らない世界に行けたりするわけでね。あとはその自分の知らない自分に会えるとかさ。はい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 、はい、うん、人間はね、本当自分のことを一番知ってるようで一番知らないのは自分自身だからね、うんうん、自分にどんなポテンシャルがあってどんなものに向いてるかとかもう分かっているようで案外分かってないのが人間という生き物だから、はい、そういうでも上から見てる人はみんな知ってるからね、そういう自分がね、本当だったらこっちの道に行くべきなのに、はい、ね、今全然違うことをしてるからそっちに軌道修正させようとしてくれることとかいっぱいあるよ。そうですね、人生には本当そういうことがたくさんある。本当ですよね、うん、だからね、本来自分が向かうべき道とか自分の使命とかそういうものがね、今全然真逆の方行ってる人いたらさ、はい、結構軌道修正させられるんだよね。そういうことですね。そうだからそれが一見不幸に見えるんだよ。トラブルとか不幸に見えるんですね。そうでもそれは無理やり軌道修正させられてる。だからこれはその場その場のさ、うん、でも分からないその時では、うん、やっぱり長い目で見た時に、うん、ああそうか、それはそういうことになっていたんだって分かるんだよね。だから後からこう自分の人生を振り返った時に あれがターニングポイントだったなとか、あれがあったから今の自分がいるんだなとか、はい、そういうふうに絶対思えることがあるんだよね。そうですよね。そうだから端的に見たらそれは不幸であるかもしれない、でも長い目で見たらあれがなかったら自分はあのまま行ってたら大変なことになってたなって、あそこで軌道修正して今のこの道に来て本当に良かったな、だからあれ、あの事故病気本当に良かったって時間が経たないとわからないからね。そうですね、うん、やっぱり意味があるんだってもう自分の中でね言い聞かせていくしかないよね、うん、だから僕はもう必ずこれも意味があるんだって必ず言うからね、うんうんうん、その時は分かんない、分かんないけども時が来たら必ずわかるようになってるんでね。そうですね、うん、だからそういうのはやっぱり人生ってのは面白いなと思うよね、うんうん、だからいろんなことあるけれどもやっぱそこには意味があるし、うん、やっぱりそこに気がつかせてくれるよ、自分が本当にねそれが知りたいと思ってるのであればそれはね宇宙に投げかけておくと絶対に教えてくれるからね、うん、そうですね、うん、だからそれの繰り返しだよね。
じゃああれですね、あの希望とか夢とか願い事を持ったら、うん、その願いをしっかり持ったまま、うん、お任せ、お任せだよね、はい、だって面白い、だって僕なんかさ臨時収入と思っていたのにも、うん、臨時収入入ってこなくて、まあ、入ってたのか、ね、自分が気が付いてないだけかもしれないけども、うん、でもねそれでやっぱりご縁をいただいてたっていうのはやっぱすごい面白い、うん、でやっぱりよくよく考えてみたら自分が欲しいのはお金ではなくてやっぱご縁だったっていう部分だから、うんうん、だからそういう気づきっていうのもあるよね、うん、そうですね、うん、だから人生の中でやっぱお任せの部分をね少しでも増やしていくっていうのは面白い、はい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 、うん、すごく面白いと思う。だって自分に何が向いてるとかね、うん、やっぱ自分は分かってない部分もあるし、自分が知らない自分っているからね、うんうんうん、でもやっぱり上から見てる人はもうそれを全部ご存知だから、うん、そういう部分をやっぱりねお任せしてみるっていうね、うんうん、だから自分の行くべき道をねやっぱり教えてくれるのがやっぱり神様と目に見えない存在の方たちだから、うん、まあ、こういう人たちを信じてやっぱお任せしてみるっていうのもまあ一つのね、まあ、人生の醍醐味でもあるんじゃないのかなというふうに思いますよね。そうですね、はい、ぜひですねもうお任せの数値を増やして、うん、本当そうだね、パーセンテージを増やして、うん、新しい世界にぜひたどり着いてほしいなと思います、うん、このチャンネルではですね、使命が分かる方法だとか、開運するための情報、物を捨てる情報などをですね、お届けしておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そしてですね、最高に嬉しいコメントも待ちわびておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとう。ありがとうございます。